僕、その怪談のこういう取材とか始めたりとか喋ったりするようになった時に、戦争とか何と言いますか、災害のお話ってちょっとこう話していいものかどうか分かんなかったんですよ。やっぱりちょっと悲惨なこととかあったりするじゃないですか。でそういうものを怪談とかにして話すのってどうなんだろうと思ってたんで、話さなかったんですよね。でしばらくちょっとそういうのずっとやってたんですけど、あることをきっかけにね、あ、こういうのも大事かもしれないって思うようになったっていうお話なんですね。はこれ僕が昔ある映像制作会社に勤めてて、でそこの社長さん、僕のまあ上司ですよね、から聞いたお話なんですけど、昔ね、まあ、太平洋戦争があった時に、トラック諸島っていう、昔呼ばれ今は中句諸島って南太平洋の島があるんですけど、そこが日本軍とアメリカ軍の大激戦地になったんですよ。で日本の船がちょっと奇襲を受けて、もう本当にたくさん沈んで7,000人ぐらいの方が亡くなって、その海には船もね250隻とかね、まあ、めちゃめちゃ飛行機とかも沈んでるんですよ。でほとんどがもう一方的にやられたんで、日本軍のばっかりなんですけど、それがね、実は今は幽霊艦隊なんて呼ばれてるんですけど、ダイビングのスポットになってるんですよ、世界的に有名な。その船が沈んで、それの中にやっぱ魚とか珊瑚礁代わりにいろいろ住むんで、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。ただやっぱり戦争の後なので、もうそのご遺体というか、まあ、みんな骨になってますけど、ご遺体とかそういういろんなものの跡が沈んでて、まあ、ちょっと見る人が見ると、すごいちょっと切ないというか辛いんでしょうけそうでど、すね。まあ風景としては綺麗なんですよね。でそこでダイビングの有名なスポットになってるんですけど、まあ大体ね15メートルぐらいの水深で浅いところにあるんですよ、そういうのは。もうダイビングできるような、それがある時に1980年代なんですけど、結構深いね、水深73メートルぐらいのところに「おいて」っていう日本のその駆逐艦が沈んでいるのが発見されたんですよね。でそれを何ですか、 NHK が取材するっていうことになって、73メートルって普通ダイビングでは潜れないんですよ。大体20メートルぐらいで、でそこから先ってそのディープダイブって言って、かなり特殊な装備じゃないと潜れないんですけど、 NHK がそれをやるっていうのを聞いたうちの社長が、当時ですけども、なんかね本当にダイビングを結構こうやってる人で、深海撮影とか得意だったんですよ。だから NHK より先に撮れっていうことになって、自分たちでブワーって行って、そんで現地の人たちとか雇って、それで潜ることになったんですよ。でね、まあ73メートルなんで相当な装備なんですけど、実際にそこに潜ってもほんと数分間ぐらいしか撮れないんですよ。でうわーって潜って、でカメラマンとその社長と2人で潜ってって、バッて着くんですよ。そしたら実際にその船あって、そしたら何ですかね、武器とか装備とか、あとまあ遺骨とかそういうのがわーって散らばってて、やっぱ戦争大変だったんだなっていうのを思わせるんですけど、それを撮影して、じゃあ戻ろうっていうことになるんですけどね、その深海に潜ると血液の中のね窒素っていうのがあるんですけど、それがね血中に入っちゃうとね、酔っ払ったみたいな状態なんですよ。だから深海からに水中にこう潜っていく時にはバーって潜れないんですよ。泡よりこう遅いスピードで、あ、徐々に徐々に。そう、徐々に徐々に潜らないともうおかしくなっちゃうんですよね。でなんかね酔っ払ったような状態になっちゃって、それで事故とか起きて亡くなる方結構いるんですよ。だそれを知ってるから、ゆっくりゆっくり戻ってって、そしたらね歌が聞こえてきたんですって、水の中で。って男の人の歌声で、であこれ軍歌だなと思ったんですって。だけどこんな水中で歌が聞こえるわけ当然ないじゃないですか。これやばいと思って、自分も窒素酔いしてるわと思って、だこれますます慎重に戻んないと絶対やばいなと思ったんで、とにかく慎重に戻ってて。ただもう本当に酸素とかもうギリギリの危ないところで水面に出て、そのチャーターした船に乗っかって、でカメラマンの人も上がってきて「うわ危なかった」って言って、
現地のねスタッフの人に、ね、いややばかったよって言って、俺窒素酔い結構しちゃったみたいで水中で歌聞こえてきたよって言ったんですよ、うん、そしたらその現地のスタッフが、ああこういう歌だろうって言って、ふんって歌い出したんですね。へで、と思って、え、なんでそれ知ってんのって言ったら、いやこれ現地の人間みんな聞いてるよって言って、うわなんだろうなと思ったっていう話を僕が聞いて、はい、それを本に書いたんですよ、うんうん、で100万人の声話っていうあの本に書いたんですけど、そしたらねその本を出したらね、しばらくしたら出版社の営業の人から僕に電話があって、読者の人から話聞いてほしいっていう連絡があったんですけどって、あの電話番号があったんですよね。で、ああそうなんだと思ってかけ直してみたら、女性の読者の方だった、はい、それでね70歳っておっしゃってまして、でなんかすごい品のいい感じのなんかすごい丁寧な方だったんですけど、僕の本読みましたと、で友達が読んで、これあなた絶対読まなきゃダメだよって言って渡されて読んだんですって、で読んだらちょっと衝撃受けたんで、あの電話あのご連絡させてもらいましたって言うんですね、はいはい、だから ありがとうございますって聞いたら、私は同じ体験したことあるんです。へー、でその方がね、その70になる前55歳ぐらいの時に友達の勧めでダイビングを始めたんですね、うん、ただ、まあ、免許取るのなかなか大変だったんですけど、やっと取れて、そしたら友達がね、あなたに本当に見せたい海があるのよっておっしゃって、で、あ、そうなんだと思って、もう海外だったんですけど、うん、思い切って行ってみて、そしたらついてすごい水面きれいなんですけど、船をチャーターして、その船で何日間か過ごして、その間にダイビングを何度も繰り返してツアーだったらしいんですね。で行ってみたら、聞いたらそこは中国諸島というところで、もともとここは戦場で日本軍の船がいっぱい沈んでるところでダイビングスポットになってるんだって言うんですよ。でそれ聞いて、いやそんな怖いとこ潜れない潜れない、うん、って言って、ずっと友達はあの潜ってたんですけど、自分は船の上で何日間か過ごしてたんですって。そしたら最終日になって、友達がもうせっかくここまで来たんだから騙されたと思って一回だけ潜ってみなよって言って、うーんって気が済まなかったんだけど、もう怖いしと思ったんだけど、まあそこまで言うならと思って、最後に一本だけここまで来たからと思って潜ってみて、水中入ったらめちゃめちゃ綺麗で、うん、もう魚サンゴ礁うわーってあって、もうめちゃくちゃ綺麗なんですけど、あ、こんな綺麗だったら早く潜ればよかったと思ったところに船があったんです、はい、でそれ明らかに日本軍の沈んだ船で、うん、あーと思って、潜る前はあんなに怖いと思ってたのに、実際その沈んでる船を見たらかわいそうと思ってきた、うん、でここで日本から離れて遠い国で戦って亡くなった方がここにいっぱいいるんだと思って、かわいそうだな、もしその魂が今もいるんだったら私にくっついてきていいから一緒に日本に帰りましょうってその時思ったらしいんですよ、うん、そしたらね歌が聞こえてきたんですって、ふん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 って歌が、であれと思って、これ船の、あの自分が乗ってきた船の上でなんかスピーカーでなんか流してんのかなと思って、しばらく泳いだ後に船の上に帰った後、さっき音楽流してましたって地元のその船のスタッフに聞いたら、いや全然何も流してないですよ、あれ何だったんだろうと思って、でも忘れられないメロディーだなーと思って日本に帰ったんです、うん、だ日本に帰ったらちょうど8月で終戦特集をやっててテレビで、はい、でいろんな日本はこういうことがあったんですよっていう中で、海浮かばっていう海軍の歌が流れてきたんです、海浮かばって、あこれだと思って、でその歌っていうのは実はその、まあ、海軍の歌なんですけど、あの、まあ、海に行って、もう亡くなって、陸に行って亡くなって、だけど、まあ、ちょっとその国のためにっていうようなね、第二の国家ってその戦争の時には言われてた歌なんですね。でこれだと思って、それが海浮かばっていうその海軍の歌でっていう体験をしたら、
その友達が同じ話が書いてる本があるよっていうので、それを読んでとにかくその話を聞いてほしいっていうことでね。でも不思議だったんですよね。僕あの電話番号もらってかけ直した時にちょうどその人あの横須賀の方にいて、横須賀の方にはねあの海で亡くなった方全般をこう祀る石碑みたいなのがあるんですよ、うん、でそれは海全体っていうのは もちろんその遠くの海で亡くなったなんですかね、日本の戦争の時に亡くなった方たちも含めて祀っているところなんですけど、ちょうどそこにいた時に僕から電話かかってきたんです、ね、へでそこでちょっとお話しさせてもらって、はい、でそういうその話を聞いた時にね、僕ちょっとその戦争のことについて語ったりとかするのはちょっとなんか自分には荷が重いと思ってたんですけど、どん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 その戦争を知ってる方って亡くなっていってるじゃないですか、はい、でその中でね、まあ、例えば遊び半分でなんか幽霊出るよみたいなのとかはちょっとあれかもしれないけど、そういうその戦地で聞こえたその歌の話っていうのはやっぱりその戦争ってあの辛いもんだよというか、そういうのを別の形でこう伝えてきてくれてるような気がして、だからなんか買った、まあ、聞いてそういう戦争してる人が完全にいなくなっちゃう前にいろいろ集めたりそれ語ったりすることは悪いことじゃないんだなってちょっと思い直したお話なんですよね。よく水って記憶するって話もあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、海でね水がたくさんあるわけで、うん、やっぱりそこの思いとか、うん、そういった皆さんの無念の気持ちとかっていうのがやっぱそこにずっと記憶されてるのかなって思ったりもしてしまったんですけど、あの、まあ、もちろん怪談ってねただただ怖くてっていうね、はい、ゾッとするものもありますけど、ただやっぱりこう亡くなった方を偲ぶような怪談もあったり、うんうん、それによってこう残された方が救われるような怪談だったっていうのもあるじゃないですか、うん、はいはい、で やっぱある方が言ってたんですけど、うん、やっぱり亡くなった方っていうのは、うん、忘れられてしまった時に、うん、やっぱりこう本当に亡くなっちゃう、やっぱりこう思い出して、うん、もらうことっていうのが亡くなった方からしても嬉しいことなんだっていうところで、だから面白おかしく変に持ってじゃなくって、こういう方がいてこういう話があったんですよっていう会談であれば、それはもしかすると亡くなった方にももしかすると喜んでもらえるような一面もあったらいいなっていうのはもうエゴなんですけどね、はいはいはい、こういうチャンネルもやってるんで思ったりしますよね、うん、ですよね。で、あるまあ、そういうね実話怪談をたくさん話されてる方がいた時に、うん、なんか君の怪談っていうのは、うん、お経のように聞こえるねって言われたらしいんですよ。お経というのも亡くなった方へ向けてのそういった慰めとかね、はい、そういう意味もあったりすると思うんですけども、はい、やっぱり怪談っていうのも亡くなった方を偲んで、うん、その人のことを忘れないって語り継いでいくっていう側面でちょっとこう、うん、お経とちょっと似た部分があったからそういうふうに感じたのかななんて思った時もありました。そうかもしれないですね、うん、まあなんかそのゾッとしてうわ怖いってみんなで言うエンタメみたいな面もあるし、それはそれで楽しいもんですけども、なんかこう亡くなっていなくなってしまうものとかすでに亡くなったものに対してのこう郷愁とかね、そういう思いがあってもいいのかもしれないですね。で僕はその女性の方がね、はい、日本から離れた地でこうやって亡くなってしまって、うん、でもしかしたらずっとそこにいらっしゃる思いがあるかもしれない時に、うん、私についてもいいから、うん、で一緒に日本に帰ろうって言った気持ち、うん、なんかすごくグッときちゃいましたね。あ、そうですよね、うん、本当にそういうことでね、そこにいる魂たちが日本に帰れるんだったら、うんうん、なんかそういう風になってほしいなって心からと思っちゃいました、ね、そうですね、ちょっと救われるようなね、うん、だってね、うん、日本で生まれて日本大好きじゃないですか、うん、故郷ってみんないつか帰りたいと思ってる中ずっと帰れずに、うん、本当に離れた場所に居続けるってとても寂しいし辛いことですよね。そうですよね、まあ、残された人も辛いですしね。いや、ちょっと本当にありがとうございます。あ、いえ、ありがとうございます。